56年4月対ダイナマイトキッド戦でタイガーマスクとして衝撃的デビュー。 WWF NWA の両ジュニア王座を獲得。昭和58年に引退声明をしたが、翌59年、 UWF のリングでスーパータイガーとしてカムバック。藤原義明との死闘は今や伝説の名勝負として格闘技ファンの脳裏に焼き付いている。昭和60年 UWF を離脱、以後シューティングの後進の育成に情熱を燃やし続けている。チャレンジャー、この言葉ほど佐山悟、初代タイガーマスクを表すにふさわしい言葉を他に知らない。改めてご紹介します。佐山悟、全日本プロレスの次期エース候補と言われていますタイガーマスク選手、そして新しい、そして2代目タイガーマスク、後に三冠王者となり全日本プロレスのエースとなる伊沢光晴とリング上で握手を交わす。会うのは初めてですか？いや、初めてですね、はい、あとは第一印象ってのはどうですか？僕より全然体が大きくてね、まあ、僕よりも全然強そうです。どうでしょうか、タイガーマスクはやっぱりお互いにこう意識するところってのはあったんですか？はい、いやー、佐山さんのがあれですからね、僕より先輩ですから、そんなことはないですよ。青コーナー240分タイガーマまさに奇跡の記録。映し出される格闘家たちの顔を見るがいい、その技を見るがいい、まさに今日の格闘界の原点がここにある。そして明日が見える。